されるんで、マレーのポイ捨て機でないということになります。だからこの問いに答えようと思ったら C と D が答えであるというふうになるわけですけど、まあ、なぜかというとそれは改善されるからなんだけど、パレートの意味で改善されるってことは、まあ、状態を移すことで誰の効用も減らさずに誰かの効用を高められるっていうのが改善の定義だったから、それを示せればいいわけですけど、まあ、見てみると例えば C から A に状態を変えたとします。そうすると主体1は5から22効用が増えます。主体2は15から22増えます。主体3は30のまんまですってことで、 C から A に行くときに誰も損してないと、で誰かが得できている、まあ、主体1と主体2が得できているから、もし C を A に移すことができればパレートの意味で改善できると。でこの5つの選択肢の中で状態の変化を考えて改善することができるんだから、改善されちゃう C はパレート効率的じゃないということになりまして、この問題に該当するということになります。改善されると効率的じゃないと、改善されないと効率的だってことだから、まあ、どういう表現しても否定形が入っちゃうわけですけど、まあ、そういう意味で C は改善されちゃうと。じゃあ D はどうなのかっていうと、まあ、これもいろいろ確認する必要があるんだけど、結果的に D から E に状態を変えてやれば1番さんは20から35に増えます。で2番さんは3のままです。3番さんは50から60に増えますってことで、まあ、誰も E に行くことについて損する人がいないと。だ誰も文句言わないでしょうと。でよりハッピーになる人が、まあ、このケースでは2人いるということになりますので、まあ、改善であるということで、改善されちゃう D はパレート効率的でないということになります。いいかな。じゃあ A がどうかっていうと、改善できるかどうかっていうと、まあ、A から改善しようと思ったら、まあ、例えば2番目の人を改善しようと思ったら状態 B に行くしかないわけね。他行っても2番目の人が効用を減らしちゃいますから、それは改善にならない。じゃあ2番目の人が B に行けば状態良くなるけれども、まあ、例えば主体1は効用を減らしますから、誰の効用も下げずにというところに引っかかるということで、まあ、A は改善できないし、状態 B はどうかっていうと、まあ、ここでは明らかに主体2が他の状態と比べてダントツ高い効用を得てますから、この人をどこに行っても悲しませることになりますので、これも改善できないということになりますし、状態 E はどうかっていうと、これは主体3に注目すると60を得てて、他のどこに行ったって主体3は悲しむというか効用を減らすことになりますから、A も B も E も改善できないということになるわけです。で、ここまで何か質問ある人ですか。だからこの回答はもうすでに先週やった範囲を超えているわけですね。先週この回答についてはお話ししませんでしたから、で、まあ A と B と E っていうのがあって、まあ、例えば状態 B っていうのは直感的に見てみると2番目の人はすごくいい思いしてると、最初の1番目の人は効用ゼロだという意味ではすごく偏りがあるような状態に